はい、必死スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、キャプチャー1のこちらですね、ライブラリーについて解説していきたいと思いますので、興味ある方は見ていてください。キャプチャー1にはカタログとセッションの2通りの使い方があるっていうお話させてもらったんですけど、今日はカタログのライブラリーについてお話ししていきたいと思います。で、次回はですね、セッションのライブラリーについて解説していきます。はい、じゃあまずライブラリーなんですけど、このツールバーの中の一番左ですね、一番左のアイコンをクリックするとライブラリーが表示されます。で、このライブラリーっていうのは写真を管理する画面になります。一番上からね、順番に解説していきたいと思います。はい、まず一番上、ここではカタログセッションをね、いろいろ開くことができます。例えば自分のね、仕事で使ってるこの、セッション、これをクリックすると仕事で使ってるセッションを開くことができます。で、こちらは、YouTube カタログ、先日のね、基本ワークフローで使った、カタログが開いてます。で、今日はね、カタログでライブラリーを解説していきます。で、次回はですね、こちらのセッションのライブラリーを解説していきます。はい、じゃあ戻って、新たにセッションカタログを作りたい場合はこのプラスボタンを押せば、新しく作ることができます。もしくはこちらのファイルですね、こちらでカタログセッションを作ることができます。じゃあ続きまして、カタログのコレクションですね、ここを開くとこんな感じになってます。全てのイメージっていうのはこのキャプチャー1に読み込んだ写真が90枚入ってますっていうのが分かります。このカタログの中に90枚の写真が入ってますよという状態が分かります。で、これをクリックするとこのようにね、90枚の写真が入ってますっていうのが一覧することができます。続きまして、最近のインポートですね。この最近のインポートっていうのは SD カードとかね、 CF エクスプレスカードとか、そういったメディアを経由して読み込んだデータのことを言います。で、ここに日付が書かれてるんですけど、ここはデータを読み込んだ日時が記載されてます。いつ読み込んだのかっていうのがここで確認できます。で、これ気をつけたいのが、写真を撮った日付ではなくって写真を読み込んだ日時になります。続きまして、最近のキャプチャーですね。このキャプチャーっていうのはこういった SD カードとは違って、カメラとパソコンをつないで読み込んだ写真のことをキャプチャーと言います。例えばこのようにパソコンとカメラをつなげます。そうするとこのカメラツールを除くとキャプチャー1と接続されてるってのが確認できます。この状態で1枚写真を切ってみましょう。いきます。そうすると1枚ね、読み込まれました。この最近のキャプチャーっていうのはカメラを経由して読み込んだ写真になります。この写真が、今撮った写真なんですけど、撮った日時がね、ここで確認できます。カメラとパソコンをつなぐこのテザー撮影に関してはまた後日詳しくお伝えしていきます。じゃあ切りますね。続きまして、ゴミ箱ですね。ゴミ箱はこの写真の中から例えば1枚この写真を消します。デリートを押します。そうするとゴミ箱に、写真が移動します。一時的にこのゴミ箱に入れておくことができるんですけど、ここからさらにデリートボタンを押すとディスクから削除ですね、写真自体を削除するのか、もしくはこのキャプチャー1のカタログから、取り除くことができます。はい、じゃあ続きまして、ユーザーコレクションですね。ここに移っていきます。で、ユーザーコレクションのこのプラスボタンを押すとアルバム、スマートアルバム、プロジェクトグループってあるんですけど、まずアルバムを作ります。じゃあ YouTube アルバムを作ります。そうするとここに新しく YouTube アルバムが作成できました。この YouTube アルバムっていうのは、例えば全てのイメージの中から、例えば青い写真だけ、この写真をこの YouTube アルバムに入れます。この写真も青ですね、入れます。はい、これも青い写真。はい、こういう感じでアルバムをね、作成すると選んだ写真だけね、閲覧することができます。例えばここにクライアント別でアルバムを作成しておいて、でそれぞれの写真を振り分けておけば、クライアント別に写真をここで管理することができます。もしくはですね、このスマートアルバムです。これはね、結構便利なんですけど、ある一定の条件を満たした写真だけオートで抽出してくれるんですよね。例えばレーティングで星3つ以上にしましょう。以上の写真、名前を星3つ以上で OK をします。そうするとここに新しくスマートアルバムが作成されました。で、これをクリックすると、あらかじめね、レーティングが3以上の写真だけここに抽出することができます。これ1枚写真クリックしてみると星4ですね。で、全部見てみましょう。これ星5、星4、星4、星5、5、4、5、5、5、5、という感じでレーティングがね、3以上っていう条件に当てはまった写真を自動的にここに入れておくことができます。もしくはですね、例えば絞り
F2.8 っていう名前にして OK を押すと、はい、絞り2発で撮った写真だけをね抽出することもできるんですよね。ここにメタデータが書かれてるんですけど、2発で撮りましたっていうのが確認できますよね。はい、なんである一定の条件で写真を抽出したいっていう場合には、このスマートアルバムが非常に便利なんで活用してみてください。で、あとプロジェクトとかグループもあるんですけど、自分は使ってなくてここら辺わからないんで、もし知ってる方おられたらコメント欄残してください。お願いします。はい、じゃあ続きましてフォルダーですね。フォルダーっていうのは写真がどこにあるのかっていうのを確認する場所になります。例えばカタログ内に1枚、これ前回やりましたよね。このここの YouTube のカタログの中に読み込ませた写真が1枚あるということです。あとの89枚はこの Mac のハードディスクに89枚入ってるっていうのが確認できます。これも開いてみるとこのようにバーッと YouTube フォルダーですね、 YouTube フォルダーの中に日付が書かれて、ここの中に写真が全部入ってますということになります。で、これは撮影日別に読み込ませたのでこのように閲覧することができます。で、撮影日別に読み込ませると日付別で管理できるので非常に便利なんで、日付別はおすすめの管理方法です。日付別で管理する方法なんですけど、インポート読み込むときにあらかじめね、ここで日付の設定を行うと便利です。前回はこのサブフォルダーを利用しなかったので、そのまま直接 YouTube フォルダーに写真を読み込みました。このブルーのコーデですね、この YouTube フォルダーを開くとこのようにね、そのままね読み込まれています。この写真4272ですよね、4272がそのまま読み込まれてます。で、他の写真はこのように日付別で読み込んでるんですけど、この日付別で読み込む方法がこのインポートの中のサブフォルダーですね。ここでイメージの日付っていうのを作成する状態にしておけば、撮影日別にフォルダーをあらかじめ作って読み込むことができます。このちっちゃいアイコンをクリックするとフォルダーのルールをねここで決定することができます。で、このイメージの日付ですね、ここです、イメージの日付、これを選択することで日付別で読み込むことができます。で、ここをクリックするとどのような日付でフォルダーを作るのかっていうのを決められるんですけど、自分は YYMMDD にしてます。年月日で読み込むようにしてます。この日付別で読み込むメリットなんですけど、これ二度とね被ることないですよね。これ17年の3月13日から若い日付順でバッと読み込むことができるので、日付別の管理をね非常におすすめです。日付さえ分かればすぐに写真を引っ張り出してくることができるので、日付別管理おすすめなので使ってみてください。これクリックするとこの日付別でねどんな写真が入っているのかっていうのがここで確認することができます。ということで、カタログ内に1枚と YouTube フォルダー内に89枚入ってるっていうのが分かります。で、89枚の中でも20年の3月29日にこの写真を撮ったっていうのが、ここで確認することができます。はい、以上がフォルダーですね。これ一旦全部畳んで、続きましてフィルターですね。フィルターはある条件に沿った写真だけね表示することができます。例えばレーティングで星なしの写真だけを表示したりとか、星5を表示したりとか、あと他にもまた日付出てきましたけど2021年の1月17日に撮った写真を表示したりとか、あとは富士の 35mm で撮った写真だけね抽出することもできます。このフィルターを使うとある一定の条件を満たした写真だけね閲覧することができるので、ここもおすすめです。まあ、このさっき紹介したこのスマートアルバムと似てますよね。3つ以上の写真だけとか F2.8 の写真だけとか、スマートアルバム作りましたけど、ここのフィルターではもうあらかじめこの条件に沿った写真をこうバッと振り分けてくれているので、簡単にね写真を引っ張り出してくることができます。このようにねシャッタースピード100分の1で撮った写真だけをね表示したりとか、他にも ISO 100で撮った写真をここで表示することもできますし、もしくは絞り2発で撮った写真だけね、このように表示することもできます。まあ自分はねこのレーティングとかカラータグを主に使うので、他のねフィルターに関しては閉じたままにしてます。はい、このようにすっきりと、レーティングとカラータグだけね表示して、いつも写真をセレクトしてます。はい、というわけで今回はこのライブラリーについてお話しさせていただきました。で、次回は同じこのライブラリーの解説なんですけど、セッション
ションにフォーカスしてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ見ていってください。早くねこの現像のね項目を解説してくれっていう声がね多くありそうなんですけど、もう順序立ててね、もう体系立てて一個ずつ解説していこうと思いますので、気長にお待ちください。引き続きよろしくお願いします。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。